バルデックは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍の小都市である。バルデックは、エーダーコソいの、ケラースバルトエーダー勢国立公園を含む、ケラースバルトエーダー勢自然公園の入り口地域にあたる、その位置と、バルデックの象徴的建造物であるバルデック城、そして、ビーダーベルベ近郊の半島、シャイトによって知られている。バルデックの地域は、 ヘッセン州北部、カッセルの西北西3 0トルエーダー川が形成する、エーダー湖の北岸に位置する。この湖は、面積ではドイツ2位、貯水量ではドイツ3位の石戸目湖である。この町には主に農林業に利用されている、中低山地が広がっている。地域は、ケラーエーダー税自然公園の北部及び、その北境界のわずかに外側にまで広がっており、 エーダー湖の岸辺から北側はランゲンバルトにまで及ぶ。人造湖の南はケラーエーダー勢自然公園内のケラーエーダー勢国立公園に属すケラーバルトである。バルデック市内を通り、あるいは市、境沿いにはベーザー川古田川水系エーダー川とその支流のネッチェ川とベルベ川、ベーザー川ディーメル川水系のツビステ川支流であるバッター川やビルデ川が流れている。 バルデックは、北は、ツビステタール、北東は、バート・アー,ロール・ルゼン、東は、ボルフハーゲン及びナウムブルク、南は、エーダータール、西は、フェール及び、コルバッハと境を接している。バルク市は、以下の重築から構成される、アルラフト、デーリングハウゼン、フライエンハーゲン、ヘーリングハウゼン、ネッツェ、ニーダーベルベ、オーバーイコールベルベ、ゼルバッハ、ザクセンハウゼン、バルデック、 これらの宿は歴史的な数多くの見どころ、特に遺跡や歴史的建造物がある。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたバルデック1971年から1974年にかけて実施されたヘッセン州の地域再編に伴い、1971年にアルラフト、ヘーリングハウゼン、ネッツェ、ニーダーベルベ、ゼルバフハ、 ザクセンハウゼン、バルデックの旧市町村が合併してバルデック市となった。ザクセンハウゼンは1246年、バルデックは1266年にそれぞれ都市圏を与えられていた。新しく成立した市の名前として歴史的に意味深いバルデックが選ばれた。これはもともと現在の中核市区にあった上官の名前で1180年から この上官にちなんでこの地の白海一門の名前となった。バルデック白領は、その後、バルイコールピルモント公国、バルデック自由州、バルデック軍、現在のバルデックフランケンベルク軍と変遷し、その名前は引き継がれていった。1974年にデイリングハウゼン、オーバーイコールベルベ、フライエンハーゲン氏が、この町に合併した。これにより、町は、現在の姿となった。 バルデック市庁舎1972年に成立したバルデック市はその行政庁舎所在地としてバルデック及びシュバーレンベェルクのハックアドルフ一世によって創設された最も人口の多い市区であるザクセンハウゼン区を選んだバルデックの市議会は31議席からなる2006年10月29日に無所属のイエルクフェルトマンは やはり無所属のバルターホイクトに対して72.7%の票を得た。投票率は65.3%であった。ズ柄ガラ、本市の紋章は、近似に、6つの突起がある黒い星とその中央にユリを、組み合わせたものである。特別な歴史的背景のもと、新たに創設された、この町の紋章は、バルデック博家の紋章に基づいている。ザクセンハウゼンの紋章も、 この星を用いており、この紋章からユリを引き継いでいる。6つの突起のある星とユリは1971年にバルデック市に合併した旧市町村に用いられていた。バルデック城バルデックのスポーツ施設及びスポーツイベントには以下のものがある。バルデックの集落には連邦道 B485 号線及び B251 号線で到達できる。 映画ー,ー,ー鉄道の鉄道運営会社は、バートビルドゥン園からコルバッハまでの区間。その沿線には、バルデック、ネッゼ・ゼルバッハ、ザクセンハウゼン、ヘイリングハウゼンがある、は1995年5月27日に廃止された。古い道場は、現在、自転車道として利用されている。ありがとうございます。